はいこんにちはこんばんはおはようございますおやすチャンネルのおやすです今日も農作業紹介動画撮影していきたいと思います現在は2022年6月24日になりますはいこの動画をいつ現在ご覧になられてる方は何月何日何年かわかりません、えー、2023年かもしれないし4年かもしれないしということではい。 6月24日に撮影していますので5月に春きゅうりなどをこう植えた方はもう、ねえー、初期の管理は済んでると思いますので参考に今から参考にこの動画を見て参考にするということは難しいかもしれないですけども1年後か2年後か3年後か分かりませんけれどもこの動画をえーとたまたま見つけてご覧になられてる方が参考になればということで、はい、撮影して動画はずっと保存しておきたいと思います。 思いますでは、えー、そうですね5月,の5月に植えた春キュウリとかそういう家庭菜園の方とかも初期の管理がちょっと参考になるかと思いますんで初心農家ですけど農家がやってることのさつ、えー、説明になりますけどもその初心者の方というかあまりわからない方も 参考になるような情報をちょっとおしゃべりしていきたいと思いますので最後までご覧いただけたらなと思いますではよろしくお願いしますはいでは説明始めていきたいと思いますはいキュウリの状態をちょっと見ていただきたいと思うんですけども、えー、こちらが根っこではい全然全然管理してない状態ですね全く、えー、もっと濃くこれがこれが脇芽ですねこれが脇芽ですね 最終的にどういう状態にしたいかというとこんな感じにきれいにしていきたいと思いますはい株元から、えー、1 2 3 4 5 6 6六節ぐらいまで、えー、とこ,れこれが節ですね。節節ですね6節とか言ったりしますここに、えー、と切ってるのが分かりますでしょうかすで、はい、に切ってますけども、はい、これを説明していきます こういうい状態ですねでは切っていきたいと思いますこの、えー、きゅうりのここの股のとこからこうつるが芽がビューッと出てくるんですねはいそして初期に出てきた、えー、と下から6節ぐらいまではもうすべてのけてしまいますはいはい伸ばしませんということでここ切りますはい切りました よいしょここもこれは、えー、継ぎ木ですね継ぎ木になってるのでここから下が、えー、かぼちゃかなんかぼちゃだったと大ぎ、大儀とほぎということが上がほぎっていうんですけど下が大儀ですねそして本葉っぱも1枚切っておきましょうかねということでここが1節目で234566 そうですね767ぐらいまでをのけちゃいましょうはいこれ作業が、えー、い,いろいろな、えー、理由で遅れておりますけどもここまで伸ばしたらダメですね小っちゃいうちに小っちゃいうちにここのはい脇芽をしっかりのけましょうこれ伸ばしちゃうとこっちに栄養取られませ 散ってしまいまいすからね、はい、ということでこういうところにきゅうりもなったりもするんですけどあここここ見えますかねもうきゅうりなってるんですけどここも6節目ぐらいですね低いところにねきゅうりならさずに、えー、まずは初期は木作りと言いますか実をならすよりもきゅうり全体の木をしっかり大きくするということを管理の目標とします、はい、だからきゅうりをならすとねえっとねそっちに栄養を取られちゃうんで 初期はね、鳴らさずにね、出化しましょう。滴下化して捨てて、はい、6節ぐらいまで綺麗になりましたね。ここからずーっと、ずーっとずーっとず,ーっ,とずーっと、はい、こういうで、ここは、ここのきゅうりはもう取ればいいかなという気がします。そして、ここの上からずーっとず,ーっ,とずーっと、まだ、はい、芽が伸びていって、上の方にありますね。はい、ということで、初期、初期は、 ここまで67節ぐらいまでを、えー、きれいに目きゅうり脇芽ですね脇芽ときゅうりがちっちゃいのが出てきたらしっかりのけて気、はい、をつくることに、えー、注力して管理をしてくださいという、えー、アドバイスですね、はい、またここは初期以降ですね初期から、えー、とこれで 6月10日に植えたんで14日だから2週間ですねはい、まあ、季節によって成長スピードはかなり違いますので状況も違うと思いますけれども初期初期にここの脇芽をしっかりのける、えー、と全くわからない方とかってったらもうね芽がば出てきたら伸ばし放題とかにしちゃいますけどもねそういうことはしないように。 お願いいしますはい、今回の動画はまあ初期の一部分をちょっとおしゃべりさせてもらいました脇芽をのけましょうと呼んできゅうりがなっても67節ぐらいまではのけてしまいましょうというお話でしたはい本日はありがとうございましたまた別の動画でお会いしましょうおやすチャンネルのやすでしたバイバイ